はいどうも、かぐやんでございます。今回はですね、こちら赤ずきんの狼でっていう作品でですね、まあ、現在ね、2巻まで発売中でして、別冊マガジンでね、連載中の作品でございますが、まあこの作品がですね、まあ、非常に面白くて、まあやっぱそういう風に面白い作品に出会うとね、まあ単独で、まあ、紹介したくなるなっていうような感じにもなったんでね、まあ今回はですね、この赤ずきんの狼弟子についてですね、話していこうかなという風に思います。まずですね、この作品のねあらすじを紹介しようかなと思うんですが、まあ世界観というかね、まあそういったところをね、説明からちょっとさせていただこうかなと思うんですけども、まあこの作品の世界というのがですね、まあ人間、獣人、カリウルというね、この三種の、まあそういったところの主力が、そういう人たちがね、住まう世界になっておりまして、まあこの人間というのはね、まあそのまま普通の人間ではあるんですけども、であとね、まあ獣人というのがまあ基本はですね、まあ人間をね餌としてそういう風な感じで、まあ、まあ生活してるという風な種族というところがありまして、そしてカリウルというのがね、まあ獣人を、まあ狩るというか、まあ人間の依頼などを受けて、まあそういったところの獣人を、そういったところで、ね、ターゲットとしてね、まあ狩るという風なこういうようなまあ設定というかね、こういうような種族という風なところになってましてですね、まあこの三種族の世界を描きながら、まあそういったところのいろいろねストーリーが展開される部分ではあるんですけども、この主人公といえばいいんですかね、まあ主人公がこの赤ずきんと呼ばれる、まあ狩人のね、ウルというね、そういった名前の主人公でございまして、まあねこの主人公というのがまあ登場時というかね、まあ初めからまあ、ほぼ最強設定っていう感じになってるんですよね。まあ、ほんと向かうところ敵なしの。でも、まあ、人間とのコミュニケーションなどを取ることもあまりね、好まないというか、そういった感じでは、一人でね、こういう、まあ、獣狩人としてね、生きていく主人公ではあるんですけども、主人公のもとにですね、まあ、とある獣人、そしてね、獣人の中の種族として人狼というね、その人狼の、まあ、そういったところのキャラクターとしてね、まあ、マニっていうね、人狼の子供がね、まあたまたま出くわすんですよね。まあこれは本当に偶然としか言いようがないところではあるんですけども、まあこの偶然に出会った二人がまあ弟子という関係性として、まあ主人公のウルがね、まあマニを弟子として招き入れて、まあ今後ね、まあカリウドとしてもちろん生きていく上で、まあ一応マニの、まあ弟子という流れの中の、まあその成長とかあるいはね、強さという部分でもまあそこら辺のレクチャーしながらね、まあ二人で生きていくっていうかね、まあコンビ系って言えばコンビ系なんかなっていうのはね、そういった感じの、作品になってはおりますけども、まあ一つね気になるところをね、まあ話させていただこうかなと思うんですが、まあこの主人公のウルというのが先ほど言いましたが、まあやっぱ人とコミュニケーションを取ることをまあ基本はね、好まないっていう性格などから、まあ一人で生きていったのになぜこの人狼のウルっていうのをね、まあ弟子に招き入れたのか、しかも自分から弟子になるっていう風にね、そういう風に促して弟子として招き入れたっていうのがやっぱちょっとね気になる部分だと思うんですよね。昔ですね、まあまだ隠しに迫ってるわけじゃないし、はっきりとしたエピソードが描かれてるわけじゃないんですけど、まあウルと人狼っていうねこの同じマニの、まあ同じ種族の間でまあ何かのエピソードがあったんですよね。そういった過去という事実がまあ実は存在してまして、まあそういう過去があった頃こそ、まあその関係性などから、まあウルは、マニをね、招き入れたっていうような流れになってるんですよね。まあ過去が確実に関わってくるのは間違いないところではあるんですけども、過去というのがおそらく今後どんどん解き明かされていくやろうなっていうような、ね、そういったストーリーは描かれてくるだろうし、じゃあその過去を知ったマニはどういうふうな行動に移るのか、そしてその過去というのは何を背負っているのか、その過去を、まあ逆にね、明かされたことによって主人公のウルっていうのも、まあなんかね、変わった行動に移してしまうのかっていうな、こういう風なね、今後のストーリーの展開っていうのがいろいろ想像しやすくなったりとか、いろいろ想像したくなるっていうような感覚にもなるんですよね。ストーリー展開はね、すごくその核心に迫ることによって、どんどんね、まあやっぱ本当またどんな関係性というか、どういう風な未来を巻き起こしてしまうのかっていうのもね、まあどんな感覚になるのかっていうのもすごくね、楽しみな
まあストーリーっていうのをね展開されるんじゃないかなってところだと思うんですよね。そしてまあ一番の特徴というのはね、先ほど言った種族観というのが、まあ一つねすごく面白いような設定になっておりましてですね、まあ狩人は、まあ獣人の、ね、言葉をね、認識することができない、そして聞くことができないっていうのが、これが一番のキーになってるんですよね、この漫画の設定としてでも、まあだから獣人のマニの言葉というのは、まあその狩人のウルの言葉、ウルには聞こえないんですよね。それがもう最初に出会った頃から今のところまでずっとね、まあ、現在進行形で進んでいるところでございまして、一応会話の中でもコミュニケーションが取れないとかっていうところにもね、シンプルにつながるところでもありますし、まあ、もっと本当バトルの中でも実は、マニは伝えたい部分というか、まだまあウルが知らないような事実というのをマニは伝えたいけど、でも伝わらなくて誤解を招いてしまうっていう風な、そういう流れにもなってるんですよね。いやー、これがね結構面白いようにいろんなところに生かされてるなってところだったと、僕自身そういう風に感じるところもあったし、そういう言葉の壁があってもどっかでね、まあこう自分の伝えたい部分が伝えたいという風なね、まあコミュニケーションを取るための方法とかっていうのもなんとなく模索してる部分もあるんですよね。まあそこら辺はやっぱり獣人っていうのも、先ほど言ったね人間を襲う、まあ、凶暴な種族っていう風な感じにはなってますが、うん、まあでもその中にもね、全然普通の獣人というか全く人間を襲う気がない獣人とかでもおられるんですよね。そういったところの誤解を招いてしまうっていう風な、そういった流れを断つために、まあマニとかね、そこら辺の獣人というのが、まあ、ね、やっぱ試行錯誤で狩人にね伝えようっていう風なね、そういった流れとかも、まあやっぱね、そういう風なちょっとね誤解を招きそうなキャラクター設定とかっていうのもね、ちょっとねシンプルに面白いところでもありますし、まあ逆にこの壁ってどういう風に付き合っていくのかっていうのもまだまだね、そういったところもいろんな形で見られるのは間違いなかなと思えるんですよね。現実世界とかでもよくあると思うんですよね。まあ日本人とそれこそね海外の人とかが言葉の壁で通じないっていうのも、まあ、ね、全然珍しくもないことだと思いますし、まあそういったところがね、まあ結構全面的に出てくる部分でありまして、まあ本当この弟子という関係性だったら、襲われる心配とか全然ないんですけど、やっぱ他にも狩人とかも出てきたりもして、じゃあその獣人のウルとかってね、まあ獣人イコール敵っていう感覚の狩人からしたらね、まあいくら可愛かろうがやっぱりね、獣人が目の前に来たら狩るっていう風な習性になっているから、戦いっていう中でもまあやっぱりね、自分が知らないような出来事っていうのが、まあそこら辺がちょっとうまくね、獣人には分かってるけど狩人の特にウルとかには伝わらないっていうかね、伝わってない事実があるっていうのも、まあなんかそこら辺がねちょっとうまく言葉の壁を利用した ストーリーっていうか展開っていうのが繰り広げられてるんで、いや、やっぱこの設定っていうのをね作ったのもちょっと面白かったなと思いますし、この設定をやっぱりねストーリー展開の中でもうまくね、混ぜてるっていうのがすごくね、今後の展開の中でもまあどういう風にね生かされていくのかっていうのもね、すごくね注目する部分なんじゃないかなと思えるんですよね。シンプルな目線でも、まあこの最強な、まあ赤ずきんっていうところのね、ウルの戦い方もやっぱ結構多種多様な部分もあるんですよね。まあそこら辺でもいろいろ単純に見せられる部分でも強さというところもね、全然ね、まあ圧倒されるところも多いかなと思いますし、まあ狩人というところもね、やっぱいろんなやつが出てきたりっていうところでも、いやー、なんかその獣人のマニっていうのがね、先ほども言った完全なる敵対心としか見てないから、まあ狙われるっていうような人になってるから、それを守る狩人のウルっていうところも、まあなんか狩人同士のバトルっていうのもやっぱりね、それもすごく見応えのあるところだなって、僕も日本人のところのバトル展開もねシンプルに楽しめるのは間違いないかなと思いますし、世界観というのもね、なかなか広大なスキルで描かれてるっていうのもね、まあ獣人っていうのもさっきもね、いろんなやつが出てくるっていうところの特徴とかもいろいろ描かれてますし、まあその中のまあほんと植物など、あるいはね食材になったら、まあどういう風に見せてくるのかっていうのもね、意外に細かいところも結構しっかりしてるんですよね。そこが結構僕も好感が持てたかなっていうところでもあったりもしてですね、設定だけが浮いてるわけでもないし、主人公の強さだけはドンと見えてるわけでもないっていうところのプラスされて、やっぱりねそういったところの世界観と、あるいはその世界にまあその自然っていうところもね、すごく濃く描かれてるところもあるから、やっぱいろんなところに目が行き届いてるからこそ、作品のまあ表現力、そして設定、まあそれ以外のやっぱね、シンプルな自然界というのもね、
いや、やっぱ見応えのあるポイントは多々あるなっていうのがね、そこら辺がやっぱりね、まあやっぱそう、このちゃんとしたマンスンの設定っていうところもしっかりしているとか、オリジナリティも、マンスンの見えてる部分なども、そういったところ以外のところもね、まあやっぱそこら辺が描かれてるからこそね、僕自身もね、シンプルなストーリーとしても楽しめるのは間違いないかなと思えるんですよね。まあほんと別冊マガジン雑誌自体も結構ね、まあ面白い作品が結構揃ってるかなって思えますんでね、まあ進撃とかアルスラン戦記とかね、そういったところの有名作などもございますから、まあ僕自身もね、本当ベストマガジンって雑誌自体もまあ作品とかもね、いろいろ見ながらね、まあまだまだ面白い作品あるのかもしれないと思いますんでね、まあ今回は別に別冊マガジン、たまたまね赤ずきんの狼でしたがね出てきたっていうところなんで、まあ雑誌は雑誌的にですね、また別に置いといてそこら辺は注目しようかなと思うんですが、この作品自体もね、まあ2巻しか出てませんし、まあいわゆるコンビ系漫画っていうところでもね、そこら辺のコンビプレイみたいなところも、まあ今までの目先のストーリーっていうかね、そこの目の前の物語もすごく活かされている部分は多いかなと思いますので、まあバトルというのは主流になりますが、まあ本若系のまあ和む感じのねストーリーっていうか、そういったシーンも多いですし、まああるいはこの二人の絆というのもね、まあふんとシブルに絶対描かれている部分もありますのでね、まあそこら辺のやっぱコンビ系漫画としても最低限のことは、間違いなく描かれているのは、僕自身はそういう風に感じるところもありますのでね、二人で、まあ共に生きていくっていう風なファンタジー系漫画っていうところでもね、まあ本当ね面白さは爆発かなと思いますんでね、まあ本当に気になった方はね、ぜひともね読んでいただきたいかなと思いますし、まあ僕自身もね、まあこういうジャンルってそこまでね、まあ本当固執してるわけでもないんで、全然ね、どんな漫画でも、まあ本当シンプルにハマったらね、まあいろんな形でもありますけども、やっぱね、まあシンプルにこういう風な単独紹介とかいうのね、まあどんどんね紹介していこうかなという風に思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。